皆さんこんにちは、みなみです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、福岡、九州福岡の旅、2泊3日の旅をね、着物で巡ってまいりましたので、そちらの方を動画でねお伝えしようかと思います。はい、着物の方はねこんな感じね、初心者の方ね、こちらの道行きっていうんですね、襟がスクエアになっておりまして、生地によっては紬でもフォーマルでもどっちかに偏るんですが、まあ、この生地ですとどっちでもいいかなっていう感じですよね。はい、あとこの着物はね、一番重宝な江戸小紋、はい、この江戸小紋に動画の中でもご覧ください、シャレ袋、はい、結んでおります。はい、あとレースのねこの襟も結構ね、襟がずれなくてよかったですね。あと着物の方は小雨が降ってもいいようにパールトン、こちらもパールトンかけてる、ね、そんなものでお出かけしてまいりました。はい、で2泊3日のね工程の中、結構ハードに組みました。はい、でハードに組んで、その中から得るものがいくつかあるんじゃないかなと思って旅行したんですけれども、何点かねお伝えしたいと思いますね。はい、結構ね着物で旅行ってハードルが高いじゃないですか。で私もねこの着物当日ね久しぶりに来たんです。はい、そうしましたらね、やっぱり着物当日って個性があるので、着付けもやっぱりなかなか急にはうまく着れないんです。私でもそうなんですね。なのでこの着物、お出かけの前3日間、お仕事で3日間、あとお出かけの間3日間、6日間続けてきました。そうしましたらどうでしたかっていうと、最初の日はですね、なんかこう帯ももたついてすっきり結べなかったですね。はい、それがだんだんなんかちょっと体がね慣れてきて、うまい具合に結べて、最終日はもう朝ね10分で着れるような感じ、一緒に行った娘がちょっと身支度してる間同時にお出かけできるような、そんな感じでスピードアップしましたので、同じ着物同じ帯を続けて練習するっていうのもとってもね、初心者の頃いろんな着物を着たりするのもしたいんですけども、やっぱりそれぞれ個性があるのでなんとなくうまくいかない。それでしたら同じ着物を何回か着てもう習得してね、上手になったらまた今度次の着物、次の帯、そんな流れが最初の頃はよろしいんじゃないかなと思っております。はい、あと、早朝のねお出かけ、羽田、私埼玉に住んでるんですけども、羽田発7時25分福岡行きの飛行機に乗りました。で4時に起きてもうささっと着替えてですね、寝ぼけながらもささっと着替えて空港の方に行きまして、無事飛行機に乗りました。はい、あとよく車の運転とか飛行機に乗るとき帯結びが心配かと思うんですね。で今回感じたのは帯結び、私の帯結び、帯の中が平らなんですね。なのでちょっとクッションを当ててるような感覚で全然問題なく過ごせました。はい、ただ座った時ね、その帯の厚みがちょっとあるので、よっかかろうと思うとちょっと首の後ろにね隙間ができちゃうんですね。はい、その時ねちょうど持っていたこれは数年前に買った奥潤さんのね有機のショールなんですけども、こちらねちょっとまあ普通にねここに当てる専門のものを買ってもいいんですけども、まあこれをね首のとこに当ててね、こんな感じで全然問題なく過ごせましたね。はい、あと一日着物で過ごして、車を運転して過ごしたその着姿、最後の乱れ具合、そちらの方も動画の方で紹介しておりますが、何ら問題なかったですね。はい、それでこんなね旅行の時の一番大事なことは、あんまりきつく着ない、ゆったり楽な着付けがやっぱり大事かなって思いましたね。はい、結構ねきつく着る方が多いんですけども、きつく着ててもきついんじゃないですかって言ってもきつくないですっていう方が本当多いんですけども、出かけてみると疲れたりね、あと苦しかったりご飯が食べれなかったり、そんな感じで九州ね本当にちょっとこちらよりぬくくてですね、あったかくてですね、気候もすごく良かったですね、食べ物も美味しかったです。はい、だから旅行ってね本当に楽しいですよね。それが着物だったらさらに楽しいですので、ぜひぜひ旅行ねチャレンジしていただけたら嬉しいなと思います。この動画が何かの役に立ちましたら嬉しいです。それでは早速九州の旅、一緒に行ってみましょう。
好きなのに。 なときも